いいかな、まあ、こういった2つの点というのを使って、えー、解いていくのが2番目の戦略ね回答の方針となるわけですそれが還元的アプローチですそれから最後が、まあ、推論的アプローチってやつ3の戦略、えー、機能と演劇ってやつですで機能っていうのはまあ横で言うとインダクションってことなんだけど、まあ、だんだん増やすってことだね まあ、例えば、えー、っとカラスをこう観察する、えー、1話目のカラスがく黒かった2話目の観察,観察しても黒かった、えー、100羽目も黒かった102話目も黒かったでいっぱい観察していってカラスは黒いという法則、ね、こいつを手に入れるつまり具体,から具体的なものの羅列の中から抽象化された法則を手に入れていくことを機能、インダクションというふうに言うわけだよ。 でそれに対して、えーっと、だからカラスは黒いという法則を皆さんが身につけたとするじゃないですか,か後ろの手でカーッて泣いたんだ,だら君らは振り返る必要がないそれがカラスだと判断できたら振り向かなくてもそこには黒い鳥がいるはずだこれが何かというと演疫ですよリダクションね まあデ,デデュースって要するに減らすことなんだけど、今度は抽象化された法則をもとにして、それを個々の具体に適用していくことを、今度は演液というふうに言うわけだ、まあ、それは生物の話ですからね、アルビノって言って突然色素抜けて白くなったカラスもたまーのたまーのたまーにいるけども、基本的には後ろでこうカーってカラスが鳴いたら黒いっていうふうに言それは例外許さない世界だから、そこは大丈夫だ、別にアルビノはいないので。 えー、カラスは黒いと決めたら、今度はカーと鳴いたら黒い鳥なんですよ。で、こういう機能と演疫のことを使っていくのが、第三の戦略ということになります。で、皆さんとこれからいろんな問題解いていきますけれども、ひたすら3つだけなひたすら3つ。ちょっとわくわくしてきたでしょそれから楽じゃ、楽だと思いませんす、ね、まあ、例えば僕が戦略100って用意したら、君の嬉しいですかいっぱいあった方がいい その発想もやめようよ、戦略1000とかね、戦略2000とか、もうやめてくれって感じだよな、戦略100ぐらいにあってもこれ大変ですよ、ある問題解いていくときに、どの戦略使うって悩んで、23番目試したけど、諦めましたって話になっちゃう、たった3つなんだから、3つぐらいのことはしっかりどの問題でもやっていこうよっていうのが、皆さんに対する私からの提案なんです、えー、こういったしっかりした方法論を持って、問題と向き合っていくということを、えー、これからやっていきたいと思います。